ということで、本日もやってまいりました。やってまいりました。はい、はい、それではせーの、ドゥラドゥラいけるね、今週もはい入れてますね、はい、今週も入れてますね、入れてますね、はい、で、今日はこの4人で4人でお伝えしますか。神谷さん、風邪治った？風邪はだいぶ良くなりましたよ、おかげさまで。ほんとね、先週はありがとうございました。やばかったもんね。結局ね、朝まで返してくれなかったよ、皆さん。風邪治ったってことはもう先週を見てくれてると思う。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、風邪治ったって言ってますね、うん。じゃあ、ということで最初にまず自己紹介を。自己紹介から、はい、じゃあ僕から。ライトいないのこれ。はい、人気者やん。はい、ライト、これ、これ、もうもしかしたらライトが書いてるじゃないですか。ライト、あー、深いなー、あの人、そういうことしちゃうんだ。いません。はい、ライトさんいません。まあ、ニコ生に命をかける男、フィナスキルダです。よろしくお願いします。本当ですか？本当ですか？はい、かけてますね。はい、本当に知りますね。はい、次いきます。はい、おかげさまで元気になりました、神谷です。イエーイ、そしてじゃあ金髪の髪色変わりました、さつきみおです。イエーイ、急遽出演決まりました。以上は葵です。イエーイ、ライチレギュラーにして、ライチレギュラーにして、レギュラーにしてもいいんですけどね。いいんですけどね、なんか本人がちょっとあんまり出たくない、あんまり出たうん、もう本当に先週だけど、先週か先週っすね。出てよっつってから本当に3時間ぐらい説得したもん。結構、いやいや本当に無理だからみたいな。本当に出たくない。いや、どうせルナさぶっ込むじゃんみたいな。ぶっ込むじゃんみたいな。本当に出てよっていうね。ライスさんのキャラクター壊れてっちゃうから。もうね、変なこと言われたくないんで。先週の見てないっすけど、あれも見てない。あも見てない。先週何があったか知りたいです。 YouTube で見ましょう。 YouTube で見ましょうね。僕、髪型を変えたんですけど、ちょっとわかりますか？変えたんすか？変えたんすか、それは。片目を隠すっていう。なるほど、なるほど。おそろい、おそろいですね。どっちの方がいいですか？うん、ルナさん、今日とても VK。 あ、VK。 おいくん、かっこいい。やばい、今、いつの間に変えたの、自分で。いやー、もうね。はい、ということで、今日の企画は、はい、どういう流れで放送していく感じですか、これは。そうですね、まず最初にですね、みなつきれなの血液型講座をやろうかな。やんないやろうか。血液型講座やんないですか。やんない。血液型だけでお客さんを掴んできたっていう、はい、プロ技をね。プロ技を。血液型講座って。まあ、お前も知りたいですよね。知りたい、俺たちも知りたいです。ダメです、これ。ダメ、企業秘密なんで。企業秘密です。これはもう本当企業秘密なんで。はい、まあでも僕、あの血液型がすごい、血液型をすごい気にする人なんですけど、僕。はいはいはい。ちなみに僕は B 型です。B 型。なるほど。で、B 型、A 型、A 型だよね。そうです。そうです。ね。特技があって、うん、人の血液型聞いたら絶対忘れないっていう。そうですよね。もう覚えてますもんね。はい。はい、でもう人のその血液型によって、もう対応が違うって僕の。はい。はい。まあそう、ね、対応が違う。対応が違うんですね。はい。髪切ったんじゃなくて、これあのエクステが取れたんですよね。取れた。これエクステを毎回つけてるんですけど、片方取れちゃって、はい、引っ張られてない。はいはいはい。みんな片目隠すのねって書いて、画面見たらみんな片目隠してます。そうですね。本当。はい、ちなみにじゃあ視聴者の皆さんは、はい、好きな血液型は何型ですか？お、何型ですか？なんかニコ生っぽいですね。ニコ生っぽい、はい。そうですね。今日ちょっと張り切ってるんで、はい、はい、いきなり血液型で差別かって言われて。差別じゃない、差別じゃない。ちなみに一番嫌いな血液型は AB 型です、僕は。なるほど。で、一番好きな女性で一番好きな血液型は O 型です。なるほど、なるほど、なるほど。髪型、髪型、
神谷型、はい、差別差別神谷型はい差別で、僕はプレイヤーの時は初回に着いた時に毎回一番最初に聞くことが血液型なんですけど、はいはいはい、はい、AB 型だったら喋んないっすAB 型だったら喋んその時点で諦めます。やばいやそれ、はい、差別ですね、これは差別ですね、差別、はい、大型だったらめっちゃガッツくみたいな。大型の人は比較的に優しい人が多いんで、これから AB 型多分誰も言いませんよ多分これ聞いてるとね、確実に AB 型で今まで何があったのこれ聞いたら確実に、でも血液型もね、分かんないらしいですよ。なんか大人になって調べてみたらまた変わってるとかあるんですか。僕それなんですよ。でしょ、なんかね震災の時僕ずっと26年間ぐらい B 型できてきて、うん、でいや、本当です本当です。で、震災の時にその血液が足りないみたいなのあったじゃないですか。それ輸血行ったんですよ。したら、A 型ですって言われて、その時初めて知ったんです、僕の血液型。変わったんですかね。なんか子供の時の血液型ってあんま当てにならないらしくて。らしいね。大人になって変わるっていうか、もうその途中で変わることがあるらしくて。でももしかして違うかもね。違うかもしれないですね。B 型っぽくないって言われるもんね。 A 型かもしれないですね。 AB 型って言ってた女の子の中にも O 型もしかしたらいたかもしれない。なるほど、なるほど、はい、なるほどということで、本当に今日の企画は はい、今考えます。はい、そうですね今考えました今考えました。紹介しなくていいですか、はい、3部のやつは。3部の紹介は最後にするんで、はい、今日の言っちゃった今日の企画を考えてください。はい、そうですね、ライチュー出せ。はい、いや出してください、むしろね。青いボケで言ってました。ライチュー、めちゃぶりやん。お店に行ってください。そうですね、お店にいればいるんで、ライチューは。はい、はい、今のちょっとね、今日やる企画をちょっと皆様に考えてもらおうかなっていう。そうですね、今日の企画が視聴者メインで、はい、命かけてるんで、はい、何でもやるんだよ僕たち。いいんですか、とんでもないこと。何でもやります。いいんですか、本当に、はい、何でもやりましょう。はいはい、じゃあ出てこないんで、はい、はい、そうですね、出てこない。ニオくん、なんか喋ってください。じゃあこれですか、なんか喋ってください。ライチューがすごい人気なんだけど、なんなの。いやこれ書いてますね、本人が。本人書いてます。本人書いてます、ね、本人青いボケてでも、なんで俺にボケさせてよ。ほんと従業員でしょ、絶対に。ボケてるよって、あれ怖いな。画面上ボケてるのかな、うん、頭がボケてるってこと、それやばいよ青いさんだけ多分ボケてるんじゃないですか。なるほど、おっさんだから、ね、おっさんだからボケてきちゃった。早く、めちゃめちゃやってきますよ。あ、煽られてる。これやんないと、めちゃめちゃ煽られる。これやんないと次いけないから。つらいやつですか。はいじゃあもしも従業員が、ホストが、はい、ヒップホッパーだったらはいはい、大阪でーす、いらっしゃいませ。おーおーおー、グイ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 、足かいグイ、どういうこと、グイグイ足かい、どういうこと。いやー、乗ったってことっすよね。青井くんがここまで滑ったの初めて見たから。乗ったってことっすよ。はっていけない、はってきてこれは手厳しい、はってきて。いや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 、僕は寛大に行きましょう。ルナさん顔疲れてるよ。いやー、これ最近ほんと大地言われるんですよね。はい、じゃあ今考えました。はい、いや、やめましょう、それはやめましょう。今考えました。はい、はい、じゃあ今日は8時ぐらいまで、はい、この僕たち4人の、はい、今まで実際に起きた怖い話をします。はい、わかりました。はい、それは最近起きたことでもいいんですか。怖い話か。最近起きたことでもいいです。怖い話、心霊現象とか、ね、心霊現象系ですか。はい、話していきます。はい、誰からいきますか。じゃあえ、ルナさんがするんじゃないですか。言い出しっぺのルナさんから僕から行きますか。じゃあそれでお願いします。今日はロケ行ってないのって言ってますよ。え、今日はロケ行ってない。ロケ、おあら、ロケって何。今神谷氏のカメラで撮ってます。初めて僕アップされたんじゃないですか。やばい、これ大丈夫。いやー、なんか、はい、はい、じゃあルナさんから。はい、神谷君、あらですね。はい、あらですこれ何、これで喋るの。そうですね、やばいっすね、それ。いやー、僕が中学生の時の話なんですけど、はい、中学生の時の話なんですけど、はい、僕ゲーセンがすごい好きで、はい、はい、これ本当に怖い話ですよ。怖い話、はい、ゲーセンがすごい好きで、
で、ゲーセンで僕毎日あの音ゲーって分かりますか？はい、あの、ビーマニとかあのギターのゲームとか、はいはいはい、BJ のビートマニアってゲームを、はい、毎日やってたんですよ。はいはいはい毎日やってて、はいはいはい、で、でその日も、まあ、行くじゃないですか、ゲーセンに自転車で。そうですね、そうですね、ちょっと近寄らないあれ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 、はいはいはい、その日も、はい、その日もゲーセンに行ったんですよ、音ゲーをやりに、はい、で、やってたんですよ、ピコ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 やってたんですよ、こうやってやってたら、あのお母さんから電話がかかってきて、僕はカズキって言うんですけど、僕ゲーセンにいるんですよ、ゲーセンでゲームやってるんですよ、僕電話来て、なんだろうと思って出るじゃないですか。で、お母さんが今、カズキが玄関で靴履いてるんだけどって、出かけてったよね、さっきって言ってきたんですよ。本当ですよ、これ本当ですよこれは、これは本当ですか？それで、焦っちゃってまだある、まだある、はいはいはい、焦っちゃって、はい、なんか前に、その死ぬ前って、なんかその予告されるみたいな、そういうのが現象が起こるっていう話を聞いたことがあるんで、だからカズキすぐ帰ってきて今すぐって言われたんですよ、僕。で、俺も多分その帰り道で多分死ぬんだろうなって思いながら自転車で超気をつけて帰って、生きてますまだまだ生きてます、終わりです。はいはい、うん、はいやります、結果ね、やります。ルナさんのルナさんのお母さんがボケてただけだった老化現象来ちゃったルナさん実際があった、実際があった、シンナーのやりすぎでね、なるほど、ほんとになるほど、あのシャブ中なんでお母さんです、お母さんです、毎日見てますよって書きますめちゃめちゃ怖い、めちゃめちゃ怖い、これはやばいね、ある意味心霊現象かもはいはい、じゃあ次行きますよ、じゃあ、はい、じゃあ次ミオとかありそうだよね、心霊現象、心霊現象ですか、神谷くんが一番ありそうだけどね、さあどうでしょうさあどうでしょうある、あれですか、なんだ、じゃあ滑らない話か怖い話か、あの九死一生スペシャル九死一生スペシャルあの俺が最近あの俺の母です誰母です母です母ですめちゃめちゃ来てるうちのお母さんの恵子って言うんだよ、俺が最近痩せてる恵子さん見てますか、今日お母さんからメール来たんですよ、でも恵子母からなんか、はい、最近ちょっとボケてるんですよね、はいはいはい、変なとこに点がついてる、なるほどなるほど、文章それやばいっすね、はいはい世界一の恵み見てるよ、お母さんはルナが心配です、稽古ママは意外とナイトチューブとか見ちゃってる系の、そうですね、結構ファンキーなんで、ファンキーなの、なるほどなるほどはい、じゃあ行きますか、あの俺最近の心霊現象じゃなくてもいいですか、心霊現象と俺の健康状態が掛け合わさってるみたいなやつでもいいですか、いいですよ、ちょっとよくわかんないです、見た目不健康やんいや見た目不健康じゃないですか、でそれで俺最近夏入っていきなり痩せ始めたんですけど、はいはいはい、俺181センチあるのに、はいはいはい、急に1週間ぐらいで体重が3キロぐらい落ちて、うん、今51キロしかないんですよ、はいはいはい、もうその時点でやばいのは間違いないんですけどやばいね、誰も俺の会話に、そうそれやそんでそんでみはアップにして、俺、アップにします、アップでお願いします、熱いな、そうで、それでそれで、急に下からだめ、下からだめそんで急に、朝起きたら、なんかもう枕の横とかになんか真っ赤な塊があるんですよ、真っ赤な塊が、で何かなって思ったら、血の塊 でそういう健康状態がやばい時に、で理由も分かんなかったんですよ、病院行ってもはいはいはい、病院行っても結局何も理由が分からなくて、カメラも突っ込んだのに理由が分かりませんって言われて、で突如その今までずっと一緒にいたその友達いるじゃないですか、友達がふっと俺が香水も何もつけてなかったのに、ふとなんか「ミオくん百合の花の匂いがするよね」って言われて、そういう話です。百合の花はなんか四季が近いらしくて、
で、俺それからユリの花の匂いがするって何人にも言われてるって、そういう話です。はい、以上です。どうですか、大木さん、さっきの話は。ユリは怖いですね。ユリは怖いですね。ユリは怖いですね。はい、もう大丈夫です。もう大丈夫。いやー、やばい。いやーね。はいはいはい。いやー、ちょっとまだカメラが戻んないです。カメラが戻んないです。カメラ戻しましょう。あざっす。いやー、今の話は全く聞いてなかったですもん。なんで聞いてないんですか。全く聞いてなかったです。どうですか、どうだったんですか。はい、ユリの花の匂いがする。ユリの花の匂いがする、はい、やばい、デスノートレム似てるね。死神って感じ。似てるね、レムだわ、レム、うん、あと、そうですね。だどん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 なんか勝手に自分のキャラ設定を俺の体がしていくっていう。なるほど、デスノートのレムだっけ。なるほど、OK です。はい、OK。 はい、あの、ミオくんの話を理解できた人コメントしてください。はい、俺の話は誰も理解できなかった。全く分かんなかったとか。まあ、俺に触れてくれてちょっと嬉しかったですか。じゃあもう、葵、うん、くん、ルナの目。なんでルナの目。とりあえずルナの目。ヒンゲの方が良かった。ヒンゲの方が良かったな。葵くん、じゃあ滑らない話を。滑らない話。滑らない話、なんで怖い話だったんですか。葵くんはやっぱそういうわけかなと。俺怖い話用意したの。怖い話ある。どっちのがいい感じ。どっちでもいいですよ。どっちがいいですか。どっちのがいけそう。いや、怖いの求めてたら怖いのでいいです。どっち求めてますよ。どっち、おくちんって。怖い話か、葵くんの怖い話か、滑らない話、どっちが聞きたいですか。皆さんめっちゃポクチン求められてる。ポクチン絶対これレイさんだからね。多分うちの従業員ですね。俺、原西の真似しろってことでしょ。はい、滑らない話です。滑らない話。はい、滑らない話。はい、いや、滑らないって書かれてないですよ。滑らないって書いてある。滑らない。滑らない。あおいの滑る話。滑らない話。滑らない。はい。いいですか。じゃあ。怖い話でしょうか。せっかく用意してたから。そうですね。どっちがいいですか。怖い話だよ。はい。お願いします。怖い話は、俺もう本当にリアルにあった話なんですけど、昔、俺千葉出身なんですけど、茂原ってところで、そのなんか婚約者同士で殺人事件があったんですよ。その茂原だっけな、茂原かどうか忘れちゃったけど、その二十何歳のその旦那になる人がその10代の女の子を殺したみたいな。で、会ったばっかのニュースで、で、まだ死体も発見されてないみたいな。事情聴取とかもその男から聞いてる状態だったから。で、まあそういう事件のことを忘れて、千葉の東金ら辺に勝業っていう心霊スポットがあるんですけど、はいはいはい、まあ、そこに友達 4,5 人とかで行ったんですよ。肝試し的な感じで。で、その日は何もなく、まあ、全部回って怖かったねって終わったんですけど、その2日3日後ぐらいにニュースでその死体がなんと勝業から見つかったと。勝業のなんか一室の冷蔵庫の中から見つかったんですよ。僕が行った時にはもうその部屋のどれかの冷蔵庫に入ってたんですよ。怖くないですか。あー、心霊スポットに行ってと。そうそうそう、その時に見つかってなかったから。そうそうそう、で、死体と遭遇してたってことですよね。そうだから俺が行った時にはもう冷蔵庫の中に死体があった。最悪じゃん。めっちゃ怖くないこれ。本当にあった話なんですよ、これマジで。眠ってるよみんな。はい、ということで。違う話の方がやばい。違う話。はい、じゃあ滑らない話。あなたまたハッていきましたよ。青井君に厳しい人がいるね。厳しい人がいるね、青井君。厳しいね、ハッ。マジ本当冷蔵庫なかったらしいです。じゃあ次滑らない話で。滑らない話。滑らない話ね。僕その学生の時に。はい。中学校の時に好きな子がいて、はいはいはい、その、その子とはもう、カメラ起動だった、はい、カメラ起動します、お願いします。そう、中学校の時好きな人がいて、でその子は普通に部活やってたんですけど、僕は何もしてないような男だったから、まあ、そのまま疎遠になって お互い違う高校に行ってたんですけど、その、またたまたま高校にお互い進学してから、また出会ったんですよ。で、
その子はあの真面目に寄せすぎ寄せすぎ寄せすぎで、その子はあのその、まあ、陸上部だったんで、その部活をあの今何やってるのって聞かれたから、そのまあ僕もちょっとね、あのその子の前ではあの頑張ってる人に見られたかったから、いや僕も俺も高校入ってから陸上始めたんだって言って、でもうその子に何始めたの、陸上の1500始めたんだよね、まあ、適当に言っちゃったんですけど、で どれぐらいで走るのっていろいろ、なんかもう陸上に関してすごい熱い子だったから聞かれたから、もう適当にあの3分ちょいぐらいだよみたいな言ったら、すごいねって言われて、後であのパソコンで調べたら世界記録だった。大丈夫です。なるほど、はい。いやー、蒼井くんの話が始まった瞬間、みんながポテトチップス食べだしたから、ちょっと笑いそうになっちゃった。これ良くないですね、相当。良くないですね。世界記録保持者ってことだね、じゃあ。そう。蒼井くん、すごいね。すごい。リベンジ、リベンジリベンジ後でしょ。後で。じゃあ、一回 CM 行って、CM の後に、神谷くんの壮大な話が始まるんで、一回 CM お願いします。どうぞ。CM、どうぞ。滑らないバンドの話。ララはい、怖い話ですか。怖い話ね、なんかあるかな。食べてこれです。はい、片揚げポテト。はい、みんなで食べてますよ、モリモリと。俺が喋り出した瞬間、みんな食べ始めるから絶対。はい、お願いします。怖い話ですか。まあなんかなんだろうな、みんな修学旅行とか行きますよ。行きました、どっか。はい。で、なんか修学旅行行ったら、なんか集合写真撮るじゃないですか。はい。で、まあなんか、まあある先生が撮った写真にことごとくなんかね、幽霊が写ってたんですよ。なるほど。まあ、腕が生えてたりとか、なんか変なとこから腕があったりとか、で、まあなんか、まあ、帰ってきて、その現像したらたくさんそういうのがあって、この先生やばいんじゃねってなったんですけど、で、また次の年もね、この沖縄に修学旅行で行ったんですけど、もう沖縄って結構沖縄戦っていう結構激戦があった地なんで、まあ、洞窟の中とかで写真撮ったら、もう今度もう兵隊の制服着た姿とかもろ映っちゃって、で、まあ結局なんか、そのめちゃくちゃ映りましたね。マジで。もうだからその人がもう多分ね、だからなんだろう、カメラを撮る人にどうやらその霊感があったら映るんじゃねえかってことになって、で、なんか結局なんかその先生に自分で自分を撮らしたんですよ、最後。一番見て幽霊ですよ。あ、俺かな、俺かな右って俺のことだな。俺のことみんなから言うんじゃねえ。ルナとね、誰かいるよ。多分、稽古ママがいるのかな。それ稽古稽古やっぱ稽古ママ稽古稽古ま
まあそれでなんか結局そのじゃあ自分で自分撮らせてみようと思って撮らしたらめちゃくちゃ歯流行ってんすかね、歯流行ってんすか、めちゃくちゃなあ、そのもうすんごい映ったんですよっていうおしまい、イエーイ、すごい映ったで、なんかもう、もう最初何枚か撮ったんですけど、うん、1枚はもうほぼ真っ白で顔の部分もう消えてて、その人、その人のその人が相当じゃやばい、多分相当持ってたんでしょうね、なんかその人がやだね、気つける運が関係ないけど、うちにいるココアの写真飯手3本あるってことですそうですね、それあの心霊写真ですね、そうなんすか、ミルクココアっていうね、あのキャストの写真をね、写真名刺をぜひ見てもらいたいなと、見てください、はい、手3本あるんで、はい、ケイコが見守ってくれてるから私ケイコは見守ってます、あのちょっとスタンド的な感じでしょうちのお母さんはねこんなにねスタさんスタンドでケイコ出すからちなみにあのお父さんの名前は徳太郎なんで、徳太郎徳太郎徳太郎って言うんだ、はい、まあ僕のね、そうですよ、本当はカズ太郎になる予定だったんだけど、危ない危ない、はい、ちょっとお父さんコンプレックスだったらしいんでカズ君になりました僕ということで行きますか、行きましょうか、そろそろ動画の方を、はい、今回ちょうど撮ってきました、はいはい、どういう、どこ行ったっけ、まあなんかあのメトロプラザ2っていううちのクラブアレの近くにあるお店ですね、そうですね、そちらに行って、まあ、もうコーナーを変えて美味しいご飯を紹介するコーナーにしようかなと、そうですね、はいということで、じゃあ VTR どうぞどうぞどうぞ、どうぞ、いけてる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 、本当に、いけてる、はい、じゃあもう一発どうぞ、大きな声でルナルナ、いけてる、えい、誰こいつ、なんか最近ホールを始めたアカネです、はい、役職ホールです、ホールです、今の気分は、はいはい、いいってって、歯が、歯がない、うわひどいね、これはね、やっちゃったね、あかねくん、はい、おなじみの神谷くんです、神谷です、はい、やっとね、体調が良くなってきましたよ、いや、元気だね、今日は、いやいやいや、はい、で、今残っているのは、はい、最初のガトマスクマンやマスクマン、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 はい、みんなマスク、マスクです、カズマくん、マスクです、はい、マスク一覧です、イエーイ、はい、ということで、はい、ご近所のね、ご近所のあの美味しいお店を紹介するという、はい、あそこですね、あそこですよ、なんと、リー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 さんのところに行きましょう、リーさん、リーさん、じゃあなんかね、道順を案内するガテラ、はい、パラレルから出発しましょう、はい、お願いします、リーさん、またね、店よろしく、よろしくね、頼むよ、もはやもう、美味しいご飯屋さんを紹介するコーナーですね、はい、行きましょうか、それがあっちでね、はい、ここに D 餃子さんがあるんですけども、あそこはベトツですね、はい、はい、本当は多分閉まってるんですね、閉まってるんですけど、開けてもらいました、美味しいご飯屋さんを紹介するという、はい、コーナーなんですけど、ここです、はい、D 餃子さんです、餃子戦火 D、 D さんです、どうも、D さんです、はい、行きましょういらっしゃいました、いやー、ませんわかんない、もうね、もう詰まってるですね、全く許可は取ってないですね、ほら、取った、懐かしい感じがしますね、後ろに荷物を置けるさあ、じゃあ常連なんですか、今月は、2回目ですね、2回目3回目かな3回か4回ぐらいレイ君は、僕は結構毎日行きます、家族で毎日毎日する、俺10回ぐらいですよ、10回、はい、メニューはこんな感じですね、何ですか、このイワシ餃子って何ですか、
お、何でもいいのって。何でも入れちゃえばいいんだよ。これやっぱ、山田さん、ごバター餃子うまっすよね。一番じゃやばそうだ、食べますか。はい、じゃまずは、どれからいきましょう。まずはどれからいきますか。ニンニクチャーハン一つ。ニンニクチャーハン一つ。はい、一つ。はい、えーくん、からしかわチャーハン。何違うんでしょ、これ。からしかわですか。新四つ川。あの、多分ここだけで四川って呼ぶよね。甲子園からし線チャーハン、からし線チャーハン、はい、天国天国やっそ。はい、カズワ君は。僕、エビチャーハンで、はい、エビチャーハン、エビチャーハン。はい、じゃあどれ行くんですか。ちょっとね、社長、どれ行きますか。社長、社長、うーん、牛すじ餃子とかすごいね。どうしようね。すごい餃子安い。おお、どうすか。普通の餃子を勧めてきた。普通の餃子。あ、じゃあやっぱこれだね。そうっすね、リーだよね。特製リー餃子。おお、はい、うまっそう。1つ、え、1つ、1つ、1つ、あとあと、じゃあレモンサワーの、あ、僕飲みます。飲みます。レモンサワー4つ、4つ、お酒が一滴も飲めない。いや、飲めないのに今日飲みましたよ、結構さらってきましたね、景色もいいよね、これは。そうですね、そうですね。でも2階っていうスコールがあって、夜景が綺麗だな。そうですね、建物で見えないですね、向こうも。イルミネーションみたいな。イケメンもいいですね。イケメンもいいです。イケメン、あれ、あれどうですか。はい、仕上げてるね。あ、そう、雑誌でも話し合いされてるらしいよ。いつも10年、10年前ぐらいですね。まんまですよ。はい、そんな感じでね、はい、食べてみましょうか。はい、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 来ました。来ましたか。来ました。来ましたか。すごい。ニンニクチャーハン。お、よし、新から、から難しい、なんとかチャーハン、辛いやつ、エビチャーハン。エビチャーハン。はい。で、餃子。有名な、有名な、有名な。これが、兄さん。あの人が、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 作った、あの人が、餃子。餃子、これです。うめえの、うめえのとかでしょ。とりあえず、雑誌でも掲載されてるね。販売しちゃいますか。で、あの、なんか、ミス。あ、もう一個。もう一個。ミスで、来ましたね、もう一個。ナイスチョイスね。ニンニクチャーハン。ミスですね。頼んでないです。ニンニクチャーハン、先ほど2つ頼んだ。1個しか頼んでないですね。1個しか頼んでないですけど、まあ、これはニンニクだし大丈夫ですが。はい、はい、これでいらないな。はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、残念。残念そうな。残念そうか、ほんと絶対しましたよ、俺ら。俺ら絶対しましたよ。まあ、なんだ、何したかっていうと、はい、はい、1個しか頼んでないのに、2個来たっていうね、はい、2個来たっていう、すごいタイミングの悪いね。はい、はい、じゃあ、いただきましょうか。乾杯しましょうか。はい、乾杯。乾杯です。イエーイ、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 イエーイ。うまい。うまし。お酒のことを聞いてます。美味しいですよ、それはもう。美味しいです。じゃあまずあのね、あの有名なニンニクチャーハンから、ニンニクチャーハンから味のね、はい、なんかグルメ番組なんで、グルメ番組なんで、グルメ番組、一言コメント。おっ、おっ、食べましたね。そうですね、もうニンニクチャーハン、ニンチャーハン、これ見てる人絶対来たくないよ。あ、次、合ってるみたいな、からしセンチャーハン。食べます。味の感想。あら、あれ、あれ、食べる、食べる。うまそうに食べるな。おいしい。ふわってしますね。え、何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 。ふわってします。ふわってする。おいしいってこと。ふわ、包み込む歯応え。いや、面白いこと言おうとしたの。なんか、ちょっと、今のところちょっとリー餃子はちょっと美味しくないってことで。次、カズマくん、エビ餃子。いいこれは無難に美味しそうだ。無難に美味しそうだ。いや、もううまいでしょ。じゃあ、エビと一緒に。エビと一緒に。いただいちゃいます。うお、プリプリやもう。
プリプリやもん。エビの食感。お。エビの玉手箱や。満点評価。満点評価。うまい。これうまい。じゃあ、ダンさん。僕行くから。取りましょう。これはさ、このライオン入れます？雑誌にも掲載されているね。お酢を入れますか？あの人が本当に推してる。お酢入れないですか？あのね。いや、じゃあ変わりましょう。天下の人形座をね。はい、食べます。はい。食べますか？はい。どうぞどうぞ。どうすか？うまそう。味わかんない。味わかんないですか？いや普通だ。いや一番言っちゃダメなの。無難なライン。無難な餃子でした。はいはいはい。普通にみんな食ってますね。うまい。美味しい。美味しいです。美味しいです。美味しいです。まあ。これマスクしながら食ってんの。どっかの。こうやって。某なんとかちゃん。やばいやばい。やばい。問題マスクするのでもね。いやでもリー餃子一向に減らないっていうね。もらっていいですか？もらっていいですか？まず食べてください。もらっていいですか？一個。リアクションしたよ、リアクション。グルメ番組なんで。一応もうコーナー変わったんだこれ。なるほど。はい。そんな待ち構えてるんですか、そうやって。ちょっとルナさんあんま普通って言ったら。ラーメンですか？ラーメン餃子だね。俺も一個いただこうかな。よし。お、どう？いやー、カッチカチだぞ。そう、絶対ダメなやつでしょ。絶対ダメなやつでしょ、それ。冷凍ってことか。冷凍食品。美味しい、美味しいです。冷凍です。取れるかも。あら、みんな餃子取り放題です、これ。お、ルナさんお腹いっぱいなんでね。はい。いっぱい食べたんだ、今日は。何食べたんですか？どこで何食べたんですか？今日は店で食いました。おお、あ、険しい顔してるな。口の中で陸上のもんが広がってきて陸上のオーケストラや、これ。グイーン出てこないでしょ。めっちゃおらんかったよ。どうだっけ。食べました今。うん、うん、中国の味がしますね。本場ってことですね。本場です。本場の。そうそう、本題にね。はい。映っちゃいますか。このコーナーは、ルナルナイゲットの100人に、言えるかな、言ってもらうために。最悪、あの人言ってもらいましょう。はい。最悪、あの人。最悪、この人ですか。最悪、あの人。いつのエッグなんだろう。いつもね。何年前がこの店あるんだろうってね。いや、もう結構長いですよね。もう、だって、本当にもう、この内装見てください、この内装。ナイスコメント。今にもやばいやばい。2000年。おー、何年前ですか？13年前だね。やばいでしょ。俺が生まれた当時。いやでも本当リー餃子美味しいですね。うまいっすね。うまいっすね。餃子だけじゃないっていうね。うん、そろそろ。はい、本題に。はい、本題に。はい、まあこのコーナーはリーガンがイケてるっていうコメント、ズラップコーナーな、100人に行ってもらうっていうコーナーなんですけど、はい、そろそろ店員さんをね、やりますか、呼んでみて。でも店員さんが日本人じゃないので、はい、言葉が通じるか分かりません、不安なんですが。心配ですね。はい、心配です。行ってみますか、そろそろ。じゃあ、そう、はい、店員さん。いや、これ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 店長って言わず、店員さん。あ、どうも。すいません。どうも。毎回食べに来てます。毎回食べに来てます。美味しいです。めっちゃ美味しいです。美味しいです。もし終わったら、こうやって、ルナルナイケてるって言ってほしいんですよ。ダメですか？そんだけでいいんで、お願いします。お願いします。ルナルナイケてるって言ってほしいです。わかんないです。はい、ルナルナイケてるって言ってもらってもいいですか？って言うだけでいいんで、お願いします。ルナルナイケてるって。ルナルナイケてるね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、二餃子からお届けしました。成功ということで。成功です。はい。はい。はい、ということで、はい、スタジオまで。はい。戻しましょう。どうぞ。ありがとうございました。このゴームは決して忘れません。絶対はないなんてら。左かいたりそう掲げ、繋ぎ止めるなんてもう無理なはずじゃないかい。傍観じゃないなんてじゃ。君だけに触れられたい方法。世代を超えて繰り返し、歩幅合わせ駆け抜けるんだ。不完全なパラダイス。ランラン二人の汚れたフェイク、誰が揶揄したっても意味はない。この世界も知れたい。月はただの石ころだって。地べたをコロコロと回る。イエイイエイイエイ。成功しましたね。久々に成功しました。成功しました。はい、成功しました。はい、いやー今回長かったっすね。長かったっすね。前振りがグルメコーナーもありきの。はい、グルメコーナーにしましょうかね。そうですね。はい、D 餃子さん美味しいですよ、本当に。美味しいです。うん、全然美味しい。みんな行ったことあるでしょ。あ、おい、ある。あります、あります。美味しいよね。めっちゃ美味しいです。何食う？僕、ニンニクチャーハン、ニンニク餃子。ニンニクチャーハン、やっぱり西田で行ったもんね。行きましたね。行ったね。めっちゃニンニクだったもんね、ニンニク餃子の中で。次の日のうんこ、めっちゃ臭いって世界で一番臭いのこしましたもん。そういう発言あんまりしていけないで、はい、うん、まあ、なんでこんなにリー餃子がうちの店で流行ったかというと、うん、はい、ライチュウがライチュウライチュウがリー餃子を愛してるってことだよね。そうっすね。世界で一番臭いね。何何何何か、また歯ってきてますよ。歯多いね。歯多いね。うん、エンディングの曲好き言っていいですか？いや、いいです。言っていい？いや、ダメですよ。うん、ダメです。これ、マスクつながりで。マスク、はい、なんでみんなマスクつけてたかっていうとね、エンディングテーマがね、神谷くんのうまいね。あるうまいっすね。あるバンドのね、僕らのっていうバンドなんですけどねのマスクって言ったです、エンディングテーマ。マスクって曲なんですよ。今自分でも初めて気づきました。あ、マスクですね。マスクって歌です。マスクって曲です。YouTube で出てくるんで、神谷くんが赤髪で突っ立ってる CD のジャケットが出てきてね。はい、まあ、そんな感じで。はい、はい、まあ、そんな感じで。はい、まあ、カタカナで僕らのです。はい、カタカナで僕らのです。いや、これはね、本当やめてくださいよ、マジで本当に。はい、カタカナで。はい、で、さっきのそうですね、トークが、葵くんがリベンジしたいという、いやいや、しない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 、があったんでね。しない、しないですか。リベンジをして、はい、CM 行って、お店の紹介をして、ね、はい、終わりましょう、今日は。そうですね。はい、ということで、葵くんのリベンジの、お話を。お話を、はい。すらない話。何の話なの？すらない話。さっきからずっとリベンジしたいって、もう100回目です。言ってない、言ってないですよ、言ってないです。うん、はい、ということで、行きましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ、神谷。リベンジですね。神谷カメラを。神谷カメラで行きましょうか。お願いします。大きめで、これ、これ大きめでね。顔赤いな。なんで飲むの、なんで飲むの。じゃあどうしよう。じゃあもう酒、酒があるから、酒の、酒にまつわるお話で、うん、いいっすか。おまあ、お酒って二十歳から、二十歳超えてから飲むものじゃないですか。そうですね。それで、ちっちゃい頃ってお酒飲んだことなかったから、まあ、小学生の時と保育園の時とかの話なんですけど、ちっちゃい頃ってお酒飲んだことなかったから、やっぱ お父さんがね、ビールとか飲んだりするとすごい美味しそうに飲むから、で、酔っ払うっていう単語もあるじゃないですか。で、はいはいはい、お酒を飲んで酔っ払うっていう気持ちが分からなかったから、ある日聞いたんですよ、僕のお父さんに。酔っ払う、お父さん、酔っ払うってどういうことなの。で、まあ、僕のお父さん、答えるの難しいな、うん、酔っ払うってどう表現していいのかも分からない。ちょうどその家のリビングにそのグラスがあったから、例えばそこにグラスが、今そこに2グラスが2つあるだろう、
それが四つに見えることだ。グラスが。でもテーブルの上にグラス1個しかなかったんですよ。お父さんすでにもう酔っ払ってたっていう。すでにお父さんもう酔っ払ってたっていう。二つに見えてた。ああなるほどね。どうした？なるほどね。どうしたどうしたどうした。はい大丈夫です。はいリベンジできました？どうですか皆さん。お父さんに酔って酔っ払いってなんだのって聞いたら説明してくれてるお父さんがグラス2個しかないのにグラスがじゃあグラスがそこに2個あるだろそれが4つに見えることグラス2個あるだろって言ったけど、うん、グラス1個しかなかったもうすでに2個すでに2個に見えるそういうことねすでに2個に見えてグラスが1個しかないのにそこにグラス2個あるじゃんって言ってきたの、うん、もうすでに分裂してるんですよ酔っ払ってる酔っ払ってる1個が4つに分裂してますねやばいですねそれなるほどねこの Z って何だね、寝てるってことですねもうねつまんなかったつまんなかったってことですね続きは店内でね、はい、続きは店内でもっと面白い話は100個以上持ってるらしいんだ青井君は、はい、何青井、はい、頭おかしい人の真似してんの相当やばいやばいねこれはねどうやって真似すんのどうやってやるの連絡くんですじゃあ一旦 CM いきますかじゃあ、はい、はい、じゃあ一旦 CM お願いします CM どうぞはいどうぞどうぞフランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク二日酔いがなくなるお酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変またこれからライブだけどもね 30% こういう類いねでも結構フランスからのどうこれでこれをねじゃああうまっ今までのものとは次元が違いますぜひ一度お試しくださいはい、ということで、はい、残す時間もあと10分くらいですねはい、はい今日も早かったですね早かったですね、意外といやまた1週間待たなきゃいけないのかと思うと本当ですか寂しいですね本当ですか寂しいですねこの金曜日が待ち遠しいんで、毎日はいね、まあ、今日の放送は比較的に良かったんじゃないかなとやっぱ動画があるとねなんか俺たちらしさが出ますよねそうだねもう休憩タイムですねはいじゃあ、今月のお店のねはい、はい、明日誕生日です誰だろう誰でしょうか来てください、ぜひともお祝いしますよ、はい、イベントの詳細と、はい、あと何かあるっけあとは、そうですね、まあ、今日の特典とかそうですね、じゃあ神谷くんの方からイベントの詳細の方を説明させていただきます、はい、ですね、12月10日から15日まで感謝感激パラレル2013っていうあの感謝イベントですね感謝ウィークですね感謝ウィークみたいなものがあります、ね、はい、はい、で、まあそこで、まあ、同伴無料とかあとまあなんかリッスルが安くなったりとかおうおうあの缶瓶無料でプレゼントとかおうあとなんだろうあのビンゴゲームをしようかなっていう感じで、ね、いやいやいやちょっとナンバー連れてこいってナンバー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 ですね。すいません本当に本当にすいませんすいませんナンバーですこれでもこれでもナンバーこれでもって何ですかこれでもですね本当にライチューネギュラにしますかじゃあそうですね皆さんからのね熱い声援があればきっとやってくれると思うんではいお願いしますレムレム君になっちゃいましたレム君はレム君ってこの人もなそうですね多分でで、10月15日ですかはい、レム君もあるんですけど、12月の20、
2日です。12月の22日。22日なんですかこれは。はい。ミオくんと。ミオくんね。ミオくん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 と。あと薬師寺魔王というちょっとナンバー2の入店祭イベントっていうのがあります。なるほど。はい。すごい。すごい。イエイ。頑張ってね。頑張ってね。それがもうメインイベントですね。メインイベントですね。ミオ変顔してる。変顔できる。ミオの変顔。ちょっと顔赤いもん。酔ってる。俺今かなり酔ってる。酔ってるね。その日はまあクリスマスも近いということで。はい。お店の従業員全員がプレゼントを買ってきてね。そうですね。ビンゴ大会を。はい。しようかなという。ちょっとまあクリスマスイベント兼ねてのみたいな感じでやろうかなと思います。誰だよこれ。プレゼントの中にはなんと何があるんでしたっけ？ちょっと持っていきましょうかじゃあ。持っていきましょうか。ディズニーランドペアチケットと。と PS3 PS3 とあと液晶テレビ液晶テレビとあとポクチンって書いてあるあとポクチンポクチンはやらないと担当1週間一緒に住んでいい件担当と1週間一緒に住んでいい件なるほどなるほどはいいいですねレム君は出してはやばいんですけどマジでレム君はどういうことどういうことはいじゃレイさんポクチンポクチンうるさいよレイレイさんが絶対カズマくんでしょはい、ということでまあイベントみんな分かってくれたかなはい分かってくれましたかねそうですねあえてクリスマスのイベントはしませんはい、ポストはやっぱクリスマスはね大変なんでねはいはい、いろいろあるんでねそうですね、あ、視聴者プレゼントそう、これ俺ちょっとやろうと思ってたんだけどはいみんな物を持ってきてはいはいはいお便りみたいな感じで住所をつけてああ、なるほどうん抽選でやるみたいないいですねいいっすねいいっすねやりましょうお便りはこっちいけませんはがきをねはがきをお店の収支にしてパラレルさんにかけていただくという形ではいそうですね今度からそれやってみましょう来月からやりましょうかはいみんなの私物とかはねそうですねいらないと思うけどね私物どんなのがあるかなうんはいということでまだ時間がありましたありましたねありましたじゃあ終わりが来ました何ですかじゃあちょっと2人からコメントをいただきたいなと思うんですけどじゃあみおくんからねそうですねイベント入店祭もあるし意気込みとか語ってもらおうかなといや入店祭にねはい予定が一択もないんでちょっとやめてよ予定が一択もないんでとかまだ誰にも言ってないんで入店祭のことちょっとはいはいはい誰か入店祭来てください俺見てきたらいいよね入店祭来てくださいこれ見てきたらいいよねレム君誰でもいいんでちょっとあと入店祭には虹色ヘアでいきますわお髪色7色にするんでマリア様ですか髪色7色にするんでちょっとトリッピーですかほんとやめてほしい髪色7色にするんで前髪切りたいじゃあポスターは間に合わせなきゃね髪青井君からそうっすねポスターつくのじゃあ今月入店祭じゃなくて感謝祭触れないバンドマンみたいな感謝祭10日から15日まではいあるんではいよかったら来てくださいはいシンプルシンプルですねポクチンポクチン感謝してるんだよ皆様にはい感謝の気持ちを込めて同伴無料にしてあげますよしてあげますよと言いつつね多分ねあれですよ裏ではなんかチーム対抗のバトルが行われるんじゃないかという噂がありますけどまたみたいなまたみたいな感謝されと銘打って米1000円いったらしいですよ米1000円あよかったまだ行ってないですよまだ今ね906あみたいなやばい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 あと100件お願いします嘘つきであと100件お願いしますどんだけどんだけやばいやばいみんな笑って笑って鬼のように笑って鬼のように頑張ってもう僕たち人気がないですそうですね人気がないんであと100件あと100件お願いしますそうですねこれね多分青井君がポクチンするしかないと思うからポクチンポクチン言ってくださいあと100件だけ僕たちのやる気のためにはいそろそろ心が折れてねそうですね1秒に3回解約してしまうないナイトチームを解約してしまうポクチンさえやれば行くと思うんだ俺ポクチンやらない来てくれます来てくれますね絶対ポクチンしたら1000件はいポクチンしたらポクチンしたら行きます1000件今933です分かりました
はい、マルモマドモです。はい、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 行きましょう。最後ポクチ行きましょう。せー、行きましょう。行くぜ、行くぜ、頑張って。行きますよ。はい、これがポクチです。ポクポクポクチン、ポクポクポクチン、ポクポクポクチン、ポクポクポクパクチン、パクチン、パク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 チン、パクチン、パクチン、パク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 チン、パクチン、パクチン、パク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 チン。コメントお願いします。コメントお願いします。これが本当のパクチンですよ。あ、すごい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 。伸びた伸びた伸びた。何？え、これ初めて見たんだよ、俺。これも初めて見たんだけど。これも初めて見ました。気もいい。まあ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 、いやー、さすが葵くん、葵くんさすが体張ってくれますね、ほんとね。いやこういうのが欲しかったよね。こういうの欲しかったんです、うちの番組は。ほんとにそうなんですよ。ココアとかもうほんとすねるもんね。いやですよ、僕そういうの。ほんとに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 すねちゃうからね。朝行く、もっとグッコース。おあ、じゃあ飛行士って書いてるんですけど、これ飛行士、進撃の巨人、巨人やん、巨人、進撃の巨人。今979です。はい、あ、めちゃめちゃ伸びた。伸びた。最後ポクチンやりながらさ、終わろうよ。そうですね、ポクチンやりながら、あの、初回の得点をお願いします。あ、初回の得点。はい、ポクチン、どうやって今日初回、じゃあどうしようかな。はい、今日初回いくらしますか。今日何でしょうか。練習しとく。今日は7日かな。7日、7日、無難に。じゃあ、はい、無難に、はい、じゃあ違う、6日だ、6日。7日じゃない、6日か。じゃあ60円で。60円、イエーイ。初回本日60円、飲み放題90分です。はい、はい、60円です。60円、赤字覚悟です。これは閉店セールですね。閉店セールですか。閉店セールですね、これはもう。もう閉じちゃうんすか。もう今月までで、はい、はい、パクチン、やった。閉店セールって書かれた瞬間ですね、1000件いきました。閉店セール、1000件目が閉店セール。縁起悪いね。縁起悪い、だいぶ縁起悪いね。閉店セールで、閉店セールっていうコメントで1000いきました。おめでとうございます。おめでとうございます。セールです。閉店しません。閉店しないですよ、まだ。はい、閉店するとき、僕が捕まったときですね。リアル。はい、じゃああと1分かな。あと1分ですね。もうそうですね。おいくんじまらん。あと35秒ぐらいかな。やだわ、やだわ。お、30秒前ですよ。30秒前。じゃあ、ね、最後ボクチンで。でも多分1人だけね、すごいライト三信者がいるんだよね。いますね。すごい。いや、ライトくん。ちょ、ミオ信者。デムくん信者。モテますね、ライトくんは。モテますね。モテますね。いや、もう勝手に言います。ライトくんを指名して会計5万以上いったら。はい。ホテル無料券をね。はい、ではまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。